してまたお前は一歩を踏み出した。それがやがて世界を救うのかは今の私たちをして定められず。その旅の先、星と命の沈む海底に真実は待つ。隣にいてくれる。ありがとう。これも後回しにせずに伝えておきたかったんだ。終わりは誰の近くにもあると、そう感じたから。